突然ですが、私は今どこにいるでしょうか？皆さんこんにちは。バーチャルマルチアイドルのエリーナです。今日は蔵造りの街並みで有名な埼玉県の川越市に遊びに来ています。今いるのは観光名所の一つ、時の鐘です。今使われている鐘は全長 1.3 メートル、重さはなんと約 700キログラム。 とっても重いんだね。時の鐘は現在4代目、1894年に建築されたもので、過去に3回燃えてしまったそうです。鐘は当時のものを今も使っています。平成27年、28年に耐震化工事を行い、100年以上前に作られた建築物ですが、今もまだ美しい景観を保っています。というように、いつものドジッコキャラは封印して、今回はバーチャル観光大使らしく、埼玉のいいところをどんどんご紹介したいと思います。じゃあみんな、いくよ。最初は埼玉県日高市にある加藤牧場さんへ遊びに来ました。牧場、なんかワクワクするよね。早速中に入ってみよう。うわー、売店には美味しそうな乳製品がたくさん並んでいます。パンにチーズ、ケーキ、もちろん牛乳も販売してます。中でも一番人気は手作りのアイスクリーム。見てください、ジェラートの種類もこんなに豊富で、珍しいジェラートのみで作ったケーキも売ってます。アイスが好きなエリーはとっても気になる一品です。こちらの加藤牧場さんでは、乳搾り、アイス作り、チーズ作りなどの牧場体験ができます。外出は自粛したいけど食べてみたいなって思ったら、ホームページにネットショッピングのページがあるから見に行ってみてね。次は一年中遊べちゃう水着スポットだ。はい、今度は埼玉県深谷市にやってきました。ここはアクアパラダイスパティオ、屋内プールなんだって。イエーイ、水着だ。外には広場や公園、季節の花がいっぱい咲いていて、とっても素敵な場所です。綺麗だな。パティオでは不定期ですが、屋外に巨大滑り台を設置したり、ナイトプールやイベントを行ったりしています。屋内プールだけど中は広々、スライダーも大小2つあって、上まで行くと予想したよりも高い。波の出るプール、流れるプール、サウナ、子供用プールもあって、いつでもプールが楽しめちゃう。深谷市は美味しいグルメもたくさんあるから、遊んだ後はお腹いっぱい食べて楽しい一日を過ごしてね。次はお土産といえばな、あの場所へ行ってみましょう。じゃじゃーん、埼玉市大宮区にある埼玉県物産観光館ソピア、すっごいんだよ。埼玉県を代表するお土産が常時650種類以上。早速行ってみよう。いろいろ並んでるね。おせんべいがいっぱい。草加せんべい、ネギ味噌せんべい、その次はポップコーン。味が3種類もある。それにおまんじゅう。あ、さやま茶。どれも美味しそうだね。その次は、あ、見て見て、ここにあるやつ。美味しそうなドレッシングや調味料がたくさんあるよ。秘伝味噌だれか。白いご飯に合いそうだね。深谷ネギだれ、これ買いだな。エリーネギ好きなんだ。こっちにはエリーの好きなカレーもある。あー、もう選べないよ。お小遣いそんなもらってきてないのに。美味しそうなものがたくさんあったね。全国配送もやってるから、気になる商品があったらぜひ QR コードをチェックしてね。魅力がいっぱいの埼玉に、コロナが落ち着いたらぜひ遊びに来てくださいね。まだまだたくさん遊んで、たくさん食べるぞー。